麻雀遊戯王。アニメアスニータのサナです。はい、出演終わり。人の家の冷蔵庫を開けてのおやつが一番失礼ですからね。さあ、ぶんこさん、はい、ここからはですね、サラプロのいろいろな秘密を引き出していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあまず、はい、年齢はい、身長、体重、はい、そんなに今までそんなプロフィール聞いてましたっけ。まあまあいいですけど。22歳、身長、うん、はい、156。あ、もうそこまで大体私知らないです、はい、あ、本当ですか。それでこんなに変わるもんなんですね。え、私158だから、2センチ、はい、体重40代なの。あらあら、40代になるとこれぐらいになるんだね。言わせてもらって、ありがとうございます。わざわざ勇気を出して言ってくれてね。さあ、高校文語さあ、もう先行でもサラさんが言ってくれたんですから、もう文語さんも言わなきゃダメですよ。体重言わないよ。言ったのに。え、体重言わないですか。 56.5 だよ。わあ、ついに大公開。 56.5。 マジっすか、うん、何キロサバ呼びました。1キロもサバ呼んでない。呼んでない、うん、あ、ついに大公開。わかりました。だけど、はい、それってのって、はい、1.5 ヶ月前なの。その間に、はい、今食のモンスター化してて、はい、ちょっと今もう食べ物が美味しくなってきちゃってと、うん、おそらくここからプラス2はしてると思う。なるほど。つまり75点。ちょっと待って待って、はい、58.5 だと思う、自分で。なるほど。まあそれぐらいなんじゃないか。まあそれぐらい。40代になるとやっぱこれぐらいスマートそうですね。やっぱね、スレンダーな感じよね。ブームだって何年目。今年の7月に入会してまだ研修生なので4ヶ月目。そうです、はい、え、なんで RMA に入ったの。確かに、ずっと大井さん好きで。大井さんの方一個もなかったけど。でも、はい、アメバズのファンクラブとか入ってて、はい、あ、そうなんだ。本当にRMA入る方って、はい、みんな言うよね、大井さんに憧れてって、うんうん、やっぱり大井さんはそのマージャンもさることながらですけど、うん、ビジネス展開とか、うんうんうん、キャラクターも非常に魅力があるので。カリスマだよね。カリスマですよね。マージャン界の本当に惹かれる方はすごく多いんだと思います。大井さんのどこが好きなの。確かにそれは聞いてみましょう。顔です。あ、もうそれはないです。私は言ってないよ。あ、しまった。文子さんに先に言っちゃった。顔ファンなんですね、大井さんの。あ、そうなんだ。あ、でももちろんマージャンとかもすごいね、強いし。へえ、あ、面白い。大井さんの顔が好きで、ずっとイメージで、はい、顔切り抜きとかばっかり。へえ、大井さんが好きなんだ、はい、へえ、かわいい。かわいい。あ、なるほど。おじさんを可愛らしく思う方って多いじゃないですか、うん、ということは年上の方好みということですか。そうですね。なるほどなるほど。いや、大井さん喜ぶと思いますよ、うんうん、はい、ぜひ見てほしい。ぜひ見てほしいですね、はい、うん、え、どうですか、 RM 入ってめっちゃアットホームだなと思って。あ、みんなが、うん、研修とか行って。あ、そうなんだ、うん、同期は誰になるの。カノミさんって方とか結構地方で活動されてる方多くて、あんま東京にいらっしゃらない。あ、RMU の皆さんって結構地方でも活動されてるんですね。そうです。私も知らなかった。うん、仙台とか。そうなんですね。ちゃんと展開がされてるんですね。じゃあ主にスリアロさんの社員。バイトアルバイトなんだ。スリアロチャンネルの本社の、はい、本社って東京、うん、東京の事務所、事務所のアルバイトしてて、それ以外にも普段ジャンソーで働いてるの。そうですね。それはどこで働いてるの。亀北沢っていう。わかるわかるわかる。さっきもだって亀北沢に入ってそうですね、あの木村ルリプロ、はい、え、渋谷の下北沢の亀北沢にいるんだ、はい、で週どれぐらい働いてるの、はい、週1、2とかなの。あ、じゃあ残りはそのスリアロさんの、はい、月収いくらぐらいなの。嘘でしょ。あ、どうしたんですか、どうしたんですか。そんなもんなの。あら、ということはそんなに高くない。え、週休で何日。週休2日ぐらい。ということは週5日は働いてるんですね。働いてるんだよね。週5日ぐらい働いて、なんだったらジャンソーさんでの働きもしていて、で、文吾さんが聞いた額。え、拘束時間、何時間の、スリアロさんの拘束時間。これは。フレックスなんで自由なんで。あ、自由なんだ。時給制度とかではないってこと。時給なんですけど、うん、出勤時間で決めて、最近は何時でもいいみたいな感じで。あ、へぇ、そうなんですね。最近 YouTube 頑張ろうと思って、はい、やることやったらすって書いちゃう。残業とかではないですけど、いればいるほど時給は発生するってことですもんね。はいはい、最近聞いた中じゃ一番低いよね。あら、そうなんですね。これちょっと大井さんにお願いして動いてもらおうよ。うん、うん、大井さん
フリアロの時給を上げてください。まあでも新人女流プロらしい。むしろ私が新人さんの頃なんてそんななかったよ。もっとカツカツだった感じがする。うん。だからなんか年々上がってますね、やっぱ。上がってますね。最低賃金も上がってるしね。消費税も上がってますしね。主婦の意見のところ。それは上がってきますよね。そうですね。まあまあ物価とかね、いろいろね、世代に変わっていくものがありますからね。憧れのプロ雀士誰かいないの？大井さん以外。これが RMU で、うん、ショーイのパー、なるはらさん。霊ショーイっていうことは RMU の一番大きなタイトル。大きなタイトルだよね。見ててずっと、うん、かっこいい人。顔が顔がすぐ顔ファンじゃないですか。はい、いやなんか、麻雀がかっこいいと思って。言葉にできないぐらいかっこよかったの、マルちゃんが。サラちゃんはさ、これからなんかどういう女流プロになっていきたいの？ボス、オラ滝沢、マージャン遊戯を絶対見てくれよな。いろんなところにゲストに呼ばれて、なんか売れっ子になりたいとか、動画編集とか裏方の方頑張っていきたいとか、でも目標は M リーガーですとか。攻め方はいろいろありますからね、うん、マルチに活動したい。マルチに活動したい。じゃあ女流プロとしても売れたいし、メディアにも出たいし、私みたいな感じ。あ、私マルチに活動してます、はい、マルチ代表ですみたいな。いやいや、私は突っ込んで欲しかったんだよ。違いますって。突っ込んであげていいんですよ。そんなわけねえだろバカ。ハムスターに食わせんぞって。突っ込んでよかった。突っ込んで欲しかったんだよ今はね。、はい、マルチに活躍したいってどういうこと？ゲスト活動とかも行きたいし、うん、でも裏方のお仕事もしたいな。裏方の仕事っていうか、まあ、なんかいろいろ実況解説とかもしたい。なるほどなるほど。女流プロとしていろんなとこに呼ばれて売れたいし、裏方もやりたいし、Mリーガーにもなりたい。まだまだな。いや今最後はもう取ってつけたじゃないですか。欲張りな女じゃないですか。いいですよ、はい、お若くていいですよね、やっぱり目標がちゃんとある、うん、素晴らしいです。緊張してますまだ。いや若くていいですね。最初はやっぱりマルチタレントの文吾さんが横にいるわけです。ああ、なるほどね。確かに。そうなんです。はい、もう多分緊張もしますわ、そら。そうだよね。言うてね。はい、だってね、はい、私画面の向こう側の人じゃん。何、はいはい、そんなわけないだろ。そんなわけないだろ。素晴らしい。弱いんだよ。いや、今勇気を振り絞って言ってくれました。確かに、確かに。よかったよかったです。これで後からもう文吾さんから二度と LINE が返ってこないなって思いながらね。ね、はい。ね、動画が止まった瞬間にね、殴りかかられるんじゃないかって恐怖を感じながら言ってくれたわけですから。はい、ありがとう。はい。なんかあと聞くことありましたか？いや、いろいろ、いろいろあると思いますけど。皆さん何聞きたいんですかね。でもなんか将来どうなりたいっていうのもお聞きしましたし、プロ雀士になった理由とかも今お聞きできましたし、なんでしょうね。なくないもん。いやいや、そんなわけないでしょうって言いたいんですけど、でも大きな聞きたいことはでもだいぶ聞けた気がしますね。なんか喋りたいことあります？そうですね、いろいろ伝えたいこととかがね、あればずっと言ってほしいですよ。じゃあ私に聞きたいこと。やっぱプロ雀士になってばっかりですから、文子さんに聞きたいことなんかたくさん。何でも聞いて。お悩み相談してあげる私は。プラピストといえば私だから。宮下さんじゃないからね、もう。時代は変わったぞと。セラピーもしちゃうんだからな。すごい、何でも緊張しちゃうんで。ああ、こういうカメラの前とかで。そうですね。それはもう生まれ持ったものだから。もう一番セラピストが言っちゃダメな回答。生まれ持ってるもんだから変わんないよなんつって。けど、はい、私もすごい緊張しいなんですよ。あ、そうですね。いや、ちょっと。嘘だな、これは。そうですね。なんだけど、緊張は絶対するの。例えばこういう遊戯王の収録でも、前日の夜から、いやー、明日どうしようかなーって、胃が痛くなるし、嫌だなーって、面白くならなかったらどうしようとか、集合時間まではずっと嫌だな、嫌だなって言ってるんだよ。電車の中で、憂鬱だなー、今日ーって、面白いこと言えるかなーって。だけど、その集合した瞬間にスイッチ入れる感じ。あー、切り替えってことですか？そう、そう。あ、もうやるしかないじゃん、だって。さすがですよね。それはもうずっと足組んでますよ、ね。ずっと足組んでる。やるしかないから、はい、もうパッてもう、あとはなんかね、生放送じゃないからできるんだけど、もうあとは編集の力でどうにかしてもらおう。それはいいかもしれないですね。個人でね、やってるわけじゃなくて、みんなのチーム戦だから、そんなに気を張らなくても大丈夫だぞっていうのはあると思います。でもやっぱ生放送の対局とかすごい緊張するよ。だけどなんだろう、もう今気持ちいいんだよね、見てもらえることが。一度見てもらっ
ってる時があって、見てもらえない期間を経験して、またそういう 場に行った時に、すごく、なんて言ったらいいんだろうね。まあでもどちらの気持ちもわかるわけですよね、文吾さんは。見てもらった後に見てもらえなくなったから、また見てもらえることの嬉しさもあるしってことですね。そう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 。はいはい、だからなんか緊張もするけど、それで喋れなかったりするなんてすごくもったいない。もうこの機会が二度とないかもしれないのに、って思う。何でも聞いて、他にも。私今いいこと言ったから。私今いいこと言ったから。引き続き聞いて。ヒラキーストップになってきたから、何でも聞いて。あ、これはね、生まれ持ったもん。本当に、本当にこのセラピストは役に立たない。本当に、若手の才能を潰して終わり。本当、怖い怖い。でもね、私も最初全然喋れなかったの。うん、今もそうなんだけど、結局。はい、昔よりちょっとその割合が変わっただけで、昔は一部の人にすごく好かれる喋り方なんだけど、多くの人にすごい嫌われる、アンチをつけやすい、でも受ける、あいつ面白いなで使ってもらえる、最初のうちは。だけどだんだんと今はそれじゃダメになってきて、なるべく多くの人に不快にならないような、うん、鈴宮さんみたいなのだと一発で終わっちゃうから、おいい例を出すとね、すごいいいけど傷つく例を出しましたね、うん、確かに。でも鈴宮さんのインパクトすごく強いですよね。そう、うん、だから鈴宮さんも多分いずれ変わってくると思うのね。大きくわってわって、もうなんか、うん、今のこの声量もダメね。声量上げてこ、はい、うるせえな文豪って言ってみる、うるせえなババアでいきましょう。なんで文豪からババアに変えるの。バレましたか。うるせえな、はい、大きな声で言ってみよう、はい、うるせえな、カメラに向かってうるせえな文豪って言ってみましょうか、はい、うるせえな文豪。もうダメ。作ってるじゃん。作ってないの、はい、うるせえな文豪。おお、眉間にしわ寄って、ちゃんと眉間にしわ寄ってましたもんね。しっかりね、はい、腹から出してこう、声は、はいはい、大事だから、はい、まあそんな、みたいな感じだと埋もれるだけだから、女子プロの中で、はい、そうですね、埋もれたくないでしょ。やっぱそういう気持ちはあるんだよね、うんうん、売れてこ、これから何の回なのこれ。そうです、何の話してるか分かんなくなってくる。まあでも、なんか女流に大事な心得だと思いましたんで、うんうん、何でも聞いて、何でも LINE しちゃって、うん、うるせえなもうねえよ、うるせえなもうねえよ、もうねえよ、うるせえなもうねえよ。いやー、いいよ、一皮むけましたね、一皮むけましたね、はい、一皮むけたと思うよ、よかったよかったよかった、来てよかった、はい、てめえもう一回キムチの匂い嗅がすぞ。てめえもう一回キムチの匂い嗅がすぞ。はい、ありがとうございます。2から向けたね、向けましたね、向けましたね、はい、はい、これ以上やるともう我々のおもちゃにしかならないので、はい、大丈夫です、はい、もうこれでね、これだけのことができるなったぞと見ていただきました。もうね、はい、このサラプロが気になる方は、はい、サラプロのツイッター見て、うん、多分出勤情報がおそらく載ってるんで、そうですね、はい、上北沢さんの方に遊びに行ってください、はい、他にもゲスト活動されてるようなんでね、はい、もしね、遠くて会えないよっていう方はぜひ YouTube の、そう、 YouTube チャンネル、はい、チャンネル登録してございますから、はい、ぜひ見てあげてください、はい、ということで本日はサラプロありがとうございました、ありがとうございました、お、知ってた、あー、知ってた、よかった。次は、はい、あなたのお家に行っちゃうぞ、RMA 所属のサラプロです、ありがとうございました、ありがとうございました。